皆さんどうも、ピーマンです。今回、ドラゴンクエストビルダーズ実況5回目になりますぞい。今回もですね、第1章のメルキの編をプレイしていくのでね。じゃあ、ロロンドの方になんかクエストが出てるんで、今回はこちらをプレイしていこうか。うん、どうした？そうですよね、前回料理をするための部屋、こちら作りましたよ。うん。素晴らしいだろ、もっと褒めてくれ。もっと頭を撫でてくれ。うん。なんでお前、嫌だわ、普通に嫌だわ、拒否する。めんどくせえわ、普通に。そうだよ、まさにそれだよ、よく言ったよ、ピーマン。可愛いからね、ピリン可愛いから、お前ただのおっさんじゃねえか。めっちゃ、情けないぞ、言われとるぞ。うん。キノコ使えばうまい料理ができる気がするな。じゃあそのキノコ食っとけよ。キノコだけ食えよ、お前は。料理部屋でキノコの料理を3つ作り、我が輩のとこ持ってきてくれ。良いな。ここに来てめちゃくちゃ簡単なクエスト来たね。水辺の近くにキノコが生えている。それを作って料理せよとのことだね。キノコ3つで何ができるんだよ。ただのキノコだろ。キノコはキノコにしかならないからね。水辺の近く、そういう、あそこキノコ生えてる。あれ岩だ。あれどう見ても岩だ。あいつ岩プレゼントしてやろうかな。岩でいいんじゃないの、もう。キノコ、そんな生えてる。あ、これか。でかいキノコだな。こんな食い切れないでしょう。イエス、初めてのキノコを入手したよ。卑猥だね。初めてのキノコだってよ。とりあえず、3つ以上取っとくか。あ、もしかしてあいつ食いしん坊かもしれないからね。もうちょっと欲しくなったぞ、的なこと言われそうなんで。このクエストめちゃくちゃ簡単だね。もうパッパと終わりそうだけどね。まあ、とりあえず料理部屋作ったんだから活用していかないとね。これをピリンのために活用していくんだったらいいんだけど。おっさんのために作りたくねえな。はい、これ。焼きキノコ、これだね。必要な数は一つ。あ、一つでできるのか。よっしゃ、作ります。おーおーおお、焼きキノコを一つ作った。簡単できたね。これを、三つって言ってたよね。三つも食うのか、あのおっさん。キノコはもう一つ作ったら十分だろう。目玉焼きも作れるよ。これどうやって目玉焼き作るの？何必要？モンスターの卵。こんなのどこに手に入れんの？今んとこ持ってない。取ったこともないけどね。これで3つ作りました。おい、じじ来いよ。食いてえんだろ？食いてえ、あ、なんかすごい勢いできそうだね。わ、めっちゃすごい勢いできてるよ。どんだけ食いてえんだ。食んじゃねえよ、こっち。でかしたぞじゃねえよ、おい。おい、食えよ。ただのキノコだぜ。キノコ焼いただけだぜ。そんなに美味しいの？あ、じゃあ、やるよ。キノコやったの見せろや、お前。お礼くらいしてくれよ。何十年後なんだ。お前死んでんじゃねえか。全部読めずに死にそうだな。クエストコンプリート。俺があげたもん帰ってきただけじゃねえか。お礼になってねえよ。お前ふざけんなよ、じじい。俺が焼いたもん帰ってきただけじゃねえか。よし、とりあえずクエストクリアしたね。お、まだこっちにクエスト出てるよ。じゃあ引き続きこっちのクエストやっていきましょうよ。今回ちょっとね、早く終わったんで2個目のクエストもやっていこうかな。うん、進んだのか。街を少し発展させてはくれぬか。うん。なんで上から目線なんだよ。腹立つな。建物を作り、その中に作ったものを置くことで、拠点レベルを上げることができます。床から2ブロックの、上までしかポイントになりませんから注意してくださいね。さあ、新しい建物や家具を自由に作って拠点レベルを1つ上げてみましょう。うん。何か考えてはくれるのか？何を置けばいいんだ？ピーマン、ひらめくか。ひらめきました。ひらめきは、壺をひらめいた。割るだけだろ、お前。ねえ、そういう勇者たくさん見てきたわ、俺。えい、
家具を部屋に飾ろうとのことだね。拠点の中にはある部屋に、家具を置くとポイントが入り、キャンプゲージが上がる。どの家具を使って、作って部屋を飾ろうとのことだ。悪者が続出すると思うけどね。とりあえずこのレベルを上げていかないとダメなんだね。じゃあこの辺に一つ作ろうかな。今んとここの作業部屋、そして自分の家、で料理部屋とありますからね。じゃあこの辺に作ろうかな。これもうそのままこの続きで作っていったらいいんじゃないの。ここ、とりあえず破壊して、でここに藁のあれだ、扉を置いてね、壊れたとこを再利用しようよ。おい、ジジイどきやがれ。拠点レベルを2にすれば OK なんだ。藁の扉、これだ。はい、作ります。棍棒が壊れそうだよ。ちょっと棍棒作っとくか。棍棒作れる。あ、棍棒作れるね。これ作っておきましょう。もう壊れそうだわ。ゲージもうないよね。ないものだよね。よし、 OK、 出まーす。土ブロック足りるかな。全然足りなさそうだけど、まあいいや。でここに置きまーす。はい、 OK、 とりあえずごっさんです。あ、ちょっと間あるけどね。まあ、この隙間は土ブロック置いたらいいかな。はい、OK。はい、OK。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。とりあえず。で、ここから家の土台を作っていこうか。まあ、でかい家にしたらいいんじゃないかな。まあ、そのまま引き続きで作っていけばいいから。はい、とりあえず置いていきます。置いていきます。よしよしよし。ほんでほんでほんで、でかさどうしようかな。じゃあ、この石のブロックのとこも。よし、これも置いて。はい、OK。では、ピリン何してんの？ピリン何ジャンプしてんの？上がらないで、勝手に。そこ上がるとこじゃないから。ピリ、先は何ジャンプしてんの？あ、コンボが壊れた。まあ、こう、ものはいつか壊れるものだからね。装備して、先ほど作ったコンボをまた設置を。まあ、コンボ作りやすいからね。ヒノキの棒なんてもう使わないよ。いらないいらない。捨ててしまおう、そんなもん。よしよしよし。で、回収して、土ブロック置きます。よしよしよし。で、ここから作っていこうかな。完全に夜だ。静かすぎる。前も言ったけどさ、誰か手伝ってくれたらほんと幸せなのね。この夜まで作業しなくていいのに、働く者は俺しかいないっていうね。全然協力してくれない。これ住人増えるメリットあんのか。拠点レベルを2にするのだじゃねえよ。お前寝ながら言ってんのがお前腹立つな。もうやめてしまいたいわ。なーん、土ブロックが切れてしもうた。どうしよう、取りに行こうかな。夜の世界にちょっと行ってくるわ。土ブロックが切れてもうた。この辺の土取ろうか。怖いけどね。後ろからなんか来そうだよ。キムラは基本岩山にしかいないはずなんだけど、夜になると多分こっち降りてくるんだよな、下の方ね。この前ね、夜ちょっと歩いてたね、出歩いてた、火球を思い一瞬打たれたからね。なんで俺今生きてんのか不思議でたまらないんだけど、ここでキムラの群れに会うと確実にもう命なくなるんでね。うん。ものづくり終わりですよ。あの街も何の発展することなくね。メルキド地方もこれで終わりだよ。そうならないように、合わないように。群れで当たったんだ。あ、でもだいぶ集まってるね。よし、これもあれば十分だ。はいはいはい。環境破壊じゃボケ。ごめんね。物作るためには環境を破壊していかないとダメなんだ。すまぬ、許してくれ。ほい、おい。で、おい。はぁ、ようやくとりあえずできたよ。家はね、まだ完成してないけどね。ほんで、ここにとりあえず松明を置いたらいいのか。中汚いね、これ。中めっちゃ汚いわ。はい。松明を置いて、レッツゴー。適当に置いたけどね。空き部屋完成。しかし、あとちょっとレベル届いてないね。なんだ、先、壺を作れるようになったので、壺を置けば、できるはずなんだが。レベル上がるはず。壺これだ。壺は何が素材必要なの？土と青い油。あ、めっちゃ簡単作れるね。これ作れないっていう人いないでしょ。まとめて作ろう。いや、8個。いや、そういうわけじゃないのよ。個数限定できないんだね。全部、壺8個も世の中いらないからね。このビルダーズの世界でもいらないわ。全部割られるだけだから。はい、オッケー。俺も割ってきた身だからね。壺ってどうしてもドラクエの世界だと割るものっていう認識だからね。よし。で、これを置いて、はい、とりあえず適当に置きまーす。で、置きまーす。置きまーす。レッツゴー。あれ？イエスイエスイエス。はい、レベル上がりましたよ。2レベル。てるるるってって。レッツゴー。拠点レベルが2になったぞ。おっさん。カモン。おっさんどこ行った？拠点レベル2になったぞ。クエストクリアしたぞ。あれ、おっさん。おっさん何上いんの？おっさん腹立つな。上登るんじゃねえ、バカ野郎。うん。発展さしましたよ。時間かかったわ。お前が寝てる間こっちは作業してたんだよ。手伝え、少しは。うん。うん。
あ、そうなんだ。あなたは魔物をいくら倒しても魔の者と戦うとして成長することはありません。ドラクエビルダーズの世界ではこういうことなんだね。本来のドラクエだと魔物を倒してレベルを上げていくけど、こっちでは違うんだ。こうやって建物をだったりを作って拠点レベルを上げてレベルが上がるんだね。体力や攻撃力はあなたが見つけたものや作り上げたもので上げていくことができるでしょう。というわけで、自分の力は上げることはできない。でも作ったものの力は上げることをできるんだよね。物を作る能力を持つあなたにとって拠点を発展させ物を作りこそが成長なのです。わかりました。何？まだ時間かかりそう。お前何してたんだよ。お前夜ただ寝てるだけじゃねえか。昼も歩き回ってるだけ。何がしたいんだよ。お前クソみたいなニートやの。役立たずにも程があるだろう。What？ 何？クエストコンプリート。え、終わったんですけど。え、何あれ？え、なんかバトルのマーク出てるんですけど。What？ What？ What？ なんかバトルの剣のマークが出てるよ。OK、とりあえず今回の実況はこれにて終わり。なんか気になる終わり方だったね。この気配はってテンション勝手に一人で上がってたよ。俺もめっちゃ上がってるけど。なんなのこの終わり方。気になるね。もしかしたら次回何かしらのバトルがあるんじゃないでしょうか。次回の実況もお楽しみに。グッバイ。また会いましょう。